そしたらね、すごいお得なカードがありました。ねえー、私もメインで使っているマイルを貯めるカードを、ねえー、セゾンのカード、ゴールドカード、それを持ってなかったらこれ作るなってぐらい素敵でしたね。ただね、アメックスなんでこれ1枚で全部 OK ってわけにいかないです。やっぱりね、今減ってきてるとはいえ、アメックスを断りと、ね。まあ、特に 日本はどうなのかな海外だとね、海外旅行でカード使うとするとね、マスターしか使えないとかね、ビザしか使えないとかね、あるけどね、アメックス、んビザ、マスター両方 OK って店でもアメックスダメって店結構あります。いや、逆に安い店だとアメックスってほとんど使えないんじゃないのかなっていう懸念があるんでね。まあでも国内で仕入れする分には特段問題ないと思うんで、 まあ万能じゃないけどね、何しろ会費がめちゃくちゃ安いし、会費払ってもね、あり余る特典がありました。このアメックスプラチナカード。しかもね、もう迷う余地はなし、作れる人だったら初年度、年会費無料なんでね、作ってみてこんな特典いらねえなとか、ああ、ポイントたまんないなと、翌年の会費1万円払いたくないなと思ったら解約しちゃえばいいんでね、とりあえず、 作っておくことをお勧めしますでこ,こをクリックするとね、えー、作れる、えー、公式サイトに行きます。これね、自己アフィリも、えー、私の紹介のアフィリも、えー、紹介した制度も何にもなしあの。公式サイトからしか申し込めない。まあ、そうでしょうね。こんだけ魅力的なカードだったら、特にアフィリエイトしなくても、多分申し込みそこそこ取れてると思うんで。 回避安い、安いっていうか年会費無料でね、作れるこの上級カードって珍しいです。しかもいきなりの得点。アマゾンポイント6%のキャンペーンデーがあると。のこのセゾンのカードって永久不滅ポイント。その名の通り期限なしでポイント貯まるんですけど、なんと本家のねが、アマゾンが2.5%とか2、2%とか1.5%とか言ってて、特段それに上乗せがない。 上乗せがなないのみならず、ね、クーポンが使えなくなっちゃうとかそういうなんか悲惨なカードなんですけどこれ、えー、セゾンのプラチナは普通に6%になると、ね、セゾンのポイントなんでアマゾンのクーポンと合わせても使えるで全然いいじゃんこれと思ってびっくりしましたねでそれからこれね旅行あんまり好きじゃない人でも 年に何泊かは家族旅行でホテルとかねあるいは出張でホテル泊まると思うんですけどその時にこの一級ダイヤモンド会員っていうのになってると部屋がアップルゲレードを受けられるとかね朝食が無料でつくとか私なんかだとホテルのプールとかサウナとか温泉とか使うの大好きなんですけどそういうのの料金が無料になるとかいうね特典がつけられるのがあります。 でこれいろんなカードにね、カードの上級会員とかホテルの会員になるとこういうの特典あ,あるんですけど、大抵ね、1泊4万円以上とか、下手すたら5万円以上とかのね、えー、ホテルじゃないと、えー、そういう特典がついてないっていうのが多いんですね、アメックスあたりだと。ところが、この、ねえー、カード、カードの本件のところはね、えー、そういう高いホテルじゃないと特典つかないってところなんですけど、なんと、 一級ダイヤモンド会員っていうね、年間30万以上一級で予約した人がなれる会員にお試しで入れると。でこれお試しで入ると、えー、利用代金の5%のポイ,ンがポイントがたまりますから、実質5%引きで。しかもホテルもね、えー、1泊1万1000円とか、そういう安い値段のホテルから使えるんで、これね、すごく魅力だなと。 ね、思いました私もこの一級ダイヤモンド会員っていう制度ね、えー、今回あるのは知ってないですけど、どういう特典があるのかよく調べてなかったんで、真剣に。見てみたらこれめちゃくちゃいいじゃんと思ってね、あの例えば私が知ってる好きなホテルだとヒルトン・シーフォークで、えー、その特典が使えるんですけど、ヒルトン・シーフォーク、ね、福岡の、えー、ヤフードームの横のヒルトンですけど、えー、ヒルトン・シーフォークね、安いとき1泊1万円ぐらい、1万1000円ぐらいで泊まれて、 で、これが部屋アップグレードされて、で、ダイヤモンド貝の、ね、中身が見えなかったんですけど、おそらく温泉があるんでね、その温泉銭湯というかね、大浴場が2000円か3000円かな、で、あとプールもあったような気がするんですけどね、そのどっちかか、あるいは両方のね、えー、費用が無料になるとか、まあ、朝食ビュッフェなんで、多分ん、まあ、それも無料になるのかなっていう気がするんでね、それ使えたらめちゃくちゃいいじゃんと。ね。 2泊しただけで元取れるねと、年間費1万円ねっていうふうに思いました。あと、さらに、税金の支払い、ね。税金払ってカードのポイント貯まるんですけど、これも1%貯まるとで。アメックスは0.5%。本家のアメックスのカードだと0.5%になっちゃうので、ね、1%で。これね、稼ぐと当然のことながら税金そこそこ払いますんで、下手すると、このカードで支払う金額で一番でかいのが税金と。 ね、うまく稼いだ明けつきにはそうなりますし今法人やっててね副業でアマゾンを始めた人はもともとそこそこ払ってる場合はそういう形になりますそうするとこの税金の支払い例えば税金をね100万円払ったとしたらそれだけで1万円ポイントが来るわけですから、まあ、全然ねあの回、ー、避分取れちゃうじゃんとでまあ初年度年会費無料でね、えー、翌年以降は1万円とね まあ200万円は普通に、何しろ月20万決済してたら240万ですからね。仕入れと、まあ普段アメックス使えるところのね、支払いをアメックスで済ましておけば、え200万は余裕で超えるかなと。まあ超えない人もいるかもしれないですけど、超えそうもなかったら、翌年の会費2万円になっちゃうんでね。だったらやめようかな、どうしようかなと悩んでいただければ。まあ2万円でもそんな高くはないと思いますけどね。本家、 アメックスののプラチナカードの年間費13万円ですから、ね、まあ、つくサービスの内容は別として、ただ、本家のいいサービスって言われてるもんもね、えー、いいレストランが取れるとか、ディナーが2名で1回無料で食べられるとか、いろいろあるんですけど、あんまり贅沢好きじゃない人だったら使いようがないと。私もいらない。昔のね、えー、あんまり年間そんな何泊もホテル泊まんなくて、遊んでた頃だったら、 もしかしたら使ったかもしれないですね今は全くいらないような得点しかないんで、まあ、私の会員さんはね割と皆さん堅実なんでまあ本家アメックスの得点は多分持て余すっていうか全く役立たないかなと思いますその点このねセゾンのプラチナの,あの一級ダイヤモンド会員になれるっていうの非常に魅力的ですしアマゾンのポイントもね日付限定ですけど6%になる日がある、ねまあ、税金の支払いも1%のポイントがつく そして、上級会員になっておいた方がいいのは、この保険、ねあの。ゴールドカードとかの保険って、あの普通にオプションで旅行会社が勧めてくる保険より、はっきり言って内容的にはいい保険がもともとしてるんで、旅行の時の保険かける必要がないと、ね。年に何回か海外旅行するとか、まあ、年に2回国内旅行して1回海外旅行行くと。まあ、その時にね、保険別で払ってるとか。 保険払ってなくてね、えー、なんか壊しちゃったり、あるいは物がなくなったり、怪我したりして、ね、金かかったことがあるって人は、まあ、これ入っときゃね、そういう保険が効くんですごくいいです。あと、プライオリティパス。これ、空港ラウンジなんですけど、空港ラウンジね、国内すごいしょぼい。で海外、正直私、使ったことないですね。あの 空港、空港のこのプライオリティラウンジより航空会社のラウンジの方が全然いいし、あの、いろいろ良さげなね、普通のお店があったらそこに入っちゃったりするんで、このカード会社の,あのラウンジ入ったことないんですけど、海外は。国内の様子から想像するに、海外もあんま期待できないんで、まあこれはおまけぐらいに思ってね、あの、まあ多分、あの、2、3回国内で使ってみりゃもういいやってなると思います。で、 そんだけね、どんだけセゾンこのプラチナのね押、えー、してるんだって感じですけどデメリットは、まあ、アメックスブランドであると、ね、でもアメックスブランド、まあ、使ってみて使いにくかったら初年度年会費無料だからやめちゃえばいいわけですしまあ、えー、自己アフィリもね私のアフィリを踏んでくれたら私に何か入るわけでもないのは、まあ、若干残念なんですけどただそれを補ってあまりある魅力のあるカードなんでまあ 上級カード何もお持ちでなければ作ってみてはいかがでしょうか。セゾンアメックスプラチオススメです。昨日のこのね、アマゾンマスターとは打って変わって、もうね、相変わらずセゾン攻めるねとねいう感じのいいカードですね。あの、すごい、ね、すごいお金のある、すごいお金のあるっていうか、お金使うのが大好きで、高級ホテル大好きと、まあ、 ホテルジャンキーだった頃の私みたいなね人は、えー、アメックスのね、えー、SPG、ね、カードとかあるいはねその別のホテルの、えー、いいホテルだけ集めたリーディングクラブとかまあいろいろ用途別にもっと最適な組み合わせあるんですけど何しろこの年会費初年度の年会費無料でとりあえずお試しで作れてねで試してる間にその一級ダイヤモンド会員という、えー、魅力のある、えー プランをタダで使えるというのを考えたら、もうこれは、えー、どうしても嫌だと、アメックス大嫌いなんだとかね、えー、申し込むのめんどくせえと、旅行は絶対行かないという人以外は、これ作っとことをお勧めします。そんな形で、昨日はね、あの、アマゾン、アマゾンカードは悲惨な結果でしたけど、その、ね、お詫びというか、それを補ってあり余るような魅力的なカードを見つけたんでね、えー、その、 ゴールドカードがないなら作っておくべきカード、アメックスプラチナカードのご紹介でした。以上